はい、R です。おはようございます。はい、ちょっとね、今日寝違えてしまってね、めっちゃ痛い首かね、肩かようわからんけどね、筋がめっちゃ痛いちょっと写真撮れるかなっていうぐらい痛いんですけど、はい、まあせっかくのね、まあ休みになったんで、今日もとりとりに向かっております。はい、で、天気は雨です。はい、大好きな、雨ということでですね、まあいつもの屋根付きのね、フィールドに、今向かっております。はい、で、まあ、まあ屋根付きのフィールドに行って、まあ雨の日しか撮れないような、まあ写真をですね、まあ雰囲気のね、雨の雰囲気の、まあある写真を、まあ撮っていきたいかなと思います。で、機材の方は、前回山セミ行った時のセットがそのまま、まあ、今回もカメラバッグに、まあ、入ってますんで、D500 と、まあ、64かな、はい。D500 に64ついてるセットが、今、まあ、現状カメラバッグの中に入ってて、で、まあ、フィールド実際行ってから、テレコンつけようか、まあ、そのままね、久々に、まあ、まあ、いつものモーキーフィールドで900ミリで撮るか、はい。その辺はちょっと考えたいと思うんですけど、まあ、レンズとボディは、ま、そんな感じですね。だから、換算900で撮るか、ま、換算1260で撮るか。はい。まあ、それは、ま、向こう行ってから考えるんで、はい。まあ、そんな感じで、ま、今日も楽しんでいけたなと思います。いやー、ミサゴ撮りたいな。雨の日にミサゴ飛んでくれたら嬉しいなと、はい、いう感じで。はい、まあ行っていきたいと思います。はい、ということで、行ってきまーす。はい、ということで、まあ行ってきたんですけど、全然ダメでしたね、今日は。もう全くダメ。久々にね、ちょっと坊主って感じですかね。まあね、雨が降ってたんで、なんかまあ、ちょっとでもね、出てくれたら、いい感じに撮れるかなと思ったんですけど、残念ながらね、肝心な野鳥が、まあほぼ出てくれなかったんで、ちょっとね、残念な結果に、まあなりました。なんで、ちょっとまたリベンジ行きたいですね。はい、もうね、今日はね、ほんまにちょっと気配がもうほんまなくてね、全くね、ミサゴなんかも出る感じじゃなかったんで、まあそう言うててもね、待ってたら出るかもしれないんですけど、まあ時間来たんで、はい、今日はもう帰ろうかなと思って、まあ終わりにしました。はい。で、まあ、まあ、現場でね、写真撮ってたら、まあ、途中で、まあ、トリトリ仲間の、まあ、方と会ってですね、機材見たら、一式ね、変わってたんで、それがね、今日一番テンション上がった感じですかね。びっくりした、ほんまに。で、まあ、聞く話によると、入れ替えじゃなくて、前の機材も置いて追加でね、行けはったみたいだったんで、すごかったよ。レンズと、雲台と、ボディ。もうそれ3つ全部変わってたんでね。前回、以前お会いした時よりも、さらにそんだけ進化してて、僕全然聞いてなかったんで、まさかやってね、ほんまにね、びっくりしたっすね。はい。まあそんな感じでですね、まあ鳥の方はあんまり出てはくれなかったんですけど、はい、まあ、またね、リベンジ、参りたいと思います。はい、まあそんな感じで、今回この辺で終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。なんか自分も機材欲しくなってくる。
全然知らんかった。